はいどうも、姉弟と妹、赤崎蓮香です。桃太郎電鉄12、西日本編もありますせー。62年目ということなんですが、前回のあらすじ、とうとう雷神が桃太郎ランド購入というところで、逆転がかなり絶望的な状況になりましたが、とりあえずもう少し進めてみようと思います。Thank you.